どうもおはようからこんばんは、殿でござる。レミロワやっていきましょう。いや、発売日にこうしてプレイして、まあ実況できるのはいいことですけれども、まあもともとちょっとね、スケジュールに空きがあったんで、一体どういうゲームがいいかなって探していたところ、こちらのゲームがまあ意外と安価かつ、見てください、もうめちゃくちゃ可愛いですよね。もともとは韓国の方で作られていたゲームで、まあ日本語版としてローカライズされたゲームが、本日3月28日に、まあ発売となりました。で、ちょっといろいろね、まあプレイも見ていて、で、チュートリアルは終わらせています。まああとは音声のボリュームとか、そういう設定はいじってあるんですけれども、まあ一体どういうゲームかと言いますと、まあこの女の子、レミちゃんかな、いるんですけれども、何やら図書室で、この右にね、なんかこう青い目のなんか本いるじゃないですか。で、そのロアっていう本なんですけれども、まあ魔導書っていうのかな。で、それと出会ったことでなんか異世界に飛ばされて、で、そこでまあいろいろ敵を倒しながらアイテムを手に入れて戻ってくるみたいな。で、毎回行くごとにダンジョンは変わるらしくて、そういうローグライクっていうのかな、まあそういうのを楽しめるゲームなんですよね。まあこういったゲームは久々かな、昔ちょっとレッドイートダイとかちょろっとはやったんですけども、まあ小池のゲームをやるのは久々で、かつね、女の子可愛いんでね、まあそこら辺もちょっと楽しみながらやっていこうと思います。というわけでやっていくのはこちら、ストーリーモード。コスチュームとかある、お、いろいろあるな。でも今のところ2種類しかないんだ。まあ初期のこれでいいかな。いろいろコスチューム、いろんなのがあるのかな。今のは色違いだけですよね。もっとこう際どいのとか、だって女子高生ですからね。いや、そんなこと言ってるとかなり危ない。ここはラグノア。この世界の平和と発展のために我が輩のマスター様が管理されている研究施設なのだ。チュートリアルを最初プレイしていた頃に、なんかこうレミちゃんがなんかこう図書室の掃除やだなっていう風になってたんですよね。で、そこで魔導書を見つけてここに飛ばされてきたんですけれども、チュートリアルをプレイしたことでちょっとその辺のイベントがスキップになってしまっているのは申し訳ない。その中でもここは魔力の根源と次元と天体の研究をしている魔法アカデミーゼニュアなのだ。マップで言うと大きく分けて4つあるんですけども、そのうちの1つがこのゼニュアってところが。マスター様？そのマスター様って人はどこにいるの？わからんのだ。ある日忽然と姿を消してしまわれたのだ。なんか偉大な魔導書らしいんですけども、ちょっとねポンコツなところもあるのか、まあいろいろ戦闘してて、このロアも助けてくれるんですけどもね、なんかこう魔力が足りないとか、ゲートを開くための魔力がとかブツブツ言っているんで、すごい魔導書ならば、またもうレミちゃん必要ないぐらいだとは思うんだから。え、急にいなくなっちゃったの？とにかくマスターがおられないラグノアは危険な場所と化したのだ。元いた世界に戻りたければポータルがある場所にたどり着かねばならぬのだ。で、その道中にはなんか機械の敵が結構いるらしいんですよね。我が輩に残っている魔力ではたった1回しかポータルを開けないのだ。そんな、我が輩がポータルがある場所まで案内するのだ。お主はメカモンスターどもを打ち倒すのだ。なんかゲート使う、ポータル使うのに1回しか魔力がないとか、意外とそういうなんだろう、低姿勢かと思ったら意外と上から目線なんだよな。ところでなんでさっきから命令口調なのよ。ああ私もそう思う。で、こういった感じでね、いろいろ移動できまして、最初に持っているのがホウキなんですよね。で、丸と三角でいろいろ、まあ技が繰り出せるという、まああとは×ボタンでダッシュが使えるかな。で、魔力が溜まったら、このロアの、まあ、必殺みたいなのが使えるんですよね。で、右下にマップが出ている。こういうのが、おー、どうした？作り方、モンブランのマロンクリームの美味しさをさらに引き出す方法。イラスト付きで結構詳しく書かれてるね。あの、現実逃避かな。一体何のことなのだ？その通りだ、一体何のことだ。適当にめくって読んでみたんだけど、ほとんどデザートのレシピみたいだよ。だ、結構なんかおかしい落ちますよね。このものが好きだったんだね。
っていろいろどんどん攻撃ができるし、 HP がなくなってしまうとダメらしい。そこら辺は敵の動きも気をつけながらいけないといけない。まあでも HP をちょいちょい回復させながらいけばいいが、結構お菓子多いな。お、あれは敵か。全て倒さない限りはこのエリアから出ることはできない。なんかメカモンスターを倒すとお菓子がなんだろう出てくるっていうのもな、いろいろ評価もありますね。ただお菓子ってあれロアの方に吸い取られていないか。まあ確かに女子高生ですからね、あまりこう食べ過ぎも危険ですし、でこっち側には行けない。いろいろコンボもありますね。お、これはタール、こういうのも壊すことはできるんだ。で先に進もう。今持っているのほうきですよね。もっとこう異世界ですよね。あの魔力というものはどこにでも存在すると言われた。そういうのないのかな。まるで空気のように。私が喋っているのにあの挟まないでくれないかな。なんかいい武器とか欲しいんですけどもね。次はこっちかな。なんだろうこれは。叩きまくってはいいが武器の耐久とかないよね。片手剣ではないな。レミのほうき、レミ専用のほうき。掃除できるのは部屋だけではない。まあ敵も掃除しますよと。でお菓子を手に入れてポイント貯まったんでアップグレードもできるんですよね。高いランクの片手剣を獲得できる。あ、結構いろんなのがあるな。ショップもあるらしいんですよね。でゲームオーバーになるとデザートの消費量が減る。おお、こっちはいろいろあるな。スローとか氷結とか。でもロックされているな。解放条件とかいろいろあるんでしょうね。現在は1348。でも最初からね、高ランクの武器が手に入れば有利になりますよね。ちょっと使ってみよう。あ、次で2000ね。結構やらないといけない。あとは武器とかいろいろ見ることはできるが、今持っているのは砲器のみだな。武器の種類も右下見てわかる通り213分の1。結構あるんだよな。お、これは600ポイント。あ、でも回復する必要はない。これはなんだ。より強力な武器が出てくるかどうかもお主の運にかかってるのだ。え、ガチャみたいなのあるんですか。景品に当たったことすら一度もないのに無理だよ。私もそういうおみくじとか、おみくじの運勢はいいんだが、なんだろう、こういう、まあ、商品券とかアイテムと武器が買えるのだ。私ティッシュばっかりなんですよね。必要なものがあるか見てみるといいのだ。いやでもランダムですよね。ないと買えないの。機械の世界なのに。ここではアイテムと武器が買えるのだ。必要なものがあるか見てみるといいのだ。デザートポイントがないと買えないの。いやでも危ないよな。今刀出ていたよね。今ラケットはダメだ。これ、あ、長押しね。そこら辺はよく見ていこう。フライ返し、これは何だろう。クワかな。刀みたいなのがいいんだかな、ね、物欲センサーが出ているのか。欲しいと思ったら出ない。あ、来た。あ、でもハテナマーク、同じほうきだよな。片手剣の クリケット。いやでも見た目的にはそれっぽくただのほうきにしか見えない。でもこれもほうきですよね。あ、これで変えることができる。基本的な動作は一緒か。いろいろね、動作の方もコマンドでいろいろ種類があるんですよね。で現在は片手剣に属する武器になっている。より強力な武器が出てくるかどうかもお主の運にかかってるのだ。いやでももうポイントがないからな、こういうのを、ね、入手した場合、例えば、ね、ストックになって例えば売るとかそういうのできないのかな。
まあでもダメージはちょっとは増えているかな。一発80とか90からダメージでいったら120ぐらいまでは増えている。じゃあこれで先に進みましょう。ただ武器らしいものは今はないよな。ちょいちょい当たってしまう。急にそののっぴきならない用事が。いやでもあの ロアがいないと帰れないんだが。お腹がやばい状態なのだ。いやスイーツの食べ過ぎじゃないのかな。まさかもうトイレ行きたいの。ほんのあんたがどうやってするの。いや別に見たくはないんだが。プライバシーに関わる質問なのだ。限界なのだ。いやちょっと待って、下手したらモザイクかけないといけないような状況になるかもしれませんよ。大丈夫かな。早くクリアしなければならないような気がする。これは何だろう。敵とかではないのか。ノックバックしているならばどんどん攻撃を加えましょう。攻撃しまくっても特にスタミナみたいなのはないんだな。ただとっても全部こいつが食っていくのがな。うわ、他のメカモンスターよりずっとでかいよ。だな、危なそうだ。まずは攻撃を見極めてから攻撃を入れる。ちゃんと避けられているかな。さあ来い。そこそこダメージは食らう。夏ボタンが回避なんでうまく避けながら戦う。ただそのダッシュも回数が結構制限されているんですよね。今左上に赤のバーが体力で、この黄色がロアの魔力で、その下の黄緑かな、それがいわゆるスタミナゲージなんですよね。あ、もうちょいで倒せそうだ。よーし、倒した。長押し、一体何だろう。もうデザートポイント獲得。いわゆる DT っていうのかな。特にこういうのは、あ、壊せれるんだ。じゃあどんどん先に進みましょう。こういうのとか動き出したりしないのかな。これも敵かな。でも結構ポイントたまるよね。もう1万いきそうですよ。普通の道中にも敵はいるんだ。エリアとしては結構広いことになっているのかな。ちょいちょい体力も危ない。乱戦になった時が結構厳しい気がする。いやでもいい武器欲しいな。そんな攻撃もするんだ。ロアもちょいちょいなんか攻撃しているようにも見えるんですよね。よし。でこっちには一体何がある。普通に敵がいるだけかな。でロアもちょいちょい撃っているんで、じゃあ特に敵の攻撃を避けていればいいんじゃないのかな。それじゃあ倒しきれないっていうね。よし。いやでも結構ダメージは食らっているか。いやでもタイムの方が C だな。時間をかけすぎってことか。いろいろスコアとかもあるんですね。ゆっくりやっていきたいところもあるんだが、マップとか拡大できないかな。まあ、とりあえずは進んでいきましょう。ちょいちょいアイテムもあるし、まあ、アイテムというかこのデザートかな。お、宝箱がある。私が元いた世界で何をしていたの？すごく誇りっぽかったけど、まさか
ずっと図書館倉庫の中で過ごしたの？そうではないのだ。レミの世界には宙に浮く本がないであろう。人の目につくのはまずいと思ってわざと夜にだけ飛び回ったのだ。ああ、それただの不審者、いや不審症だな。しかし猫どもがしつこく追いかけてくるものだから学校の中にとどまることにしたのだ。でもロアのなんだろう表紙かな、ちょっと猫っぽいですよね。ふーん、猫たちに襲われてビビって学校にこもってしまったわけね。ビビってないのだ。我が輩は猫などみじんも怖くなかったのだ。相手をするのが面倒だっただけなのだ。ツンツンしているな。でもレミちゃんのじとめかわいいな。はい、わかったわかった。それで学校の外にはずっと出なかったの？我が輩は偉大なる大魔導書、図書館にある本という本を全て読破したのだ。図書館の本を全部読んだですって？私は表紙を見ただけで。いわゆる暇人、いや暇本ってやつだな。レミの世界のことを理解するのに大いに挿絵のある本は少なかったので、まだイメージが定まらない言葉も。おお、そういえばレミの他に人間の友達が一人できたのだ。え、うちの生徒と友達になったですって？夜にしか動いて話しかけても返事がなかったのだ。レミと違ってとてもシャイな生徒だったのだ。レミちゃんガサツって言いたいのか？あのさ、もしかしてその子足がなかったと？いや、お化けかもしれないが宝箱気になるな。お、これはゴルフクラブか。いやでもダメージ毎秒で言ったら、いわゆる370から今の武器ね、370から443の間でダメージが出るよってことですよね。で HP 吸収もあるならばゴルフクラブの方がいいよな。いやゴルフクラブじゃなくて今の方がいいよな。あの1回は入手しておいて、でこうしよう。なんか時点的な、そうそう、武器がアンロックされたって出ますからね。まあ情報として必要かもしれないから装備、まあ1回は入手しておくのもありかな。ただ何の変哲もない机の中にデザートがあるっていうのも。この世界のもの壊しまくっているようなレミちゃん。まあでも壊すことによってこうやってデザートポイントもう1万2000ですよ。じゃあそろそろアップグレード1回やっておこうか。ここまで来て、残り1200で、でも5分の4まで来たならば、結構いいやつ出るでしょ。あとは何もできない。レミ、元いた世界での友人関係はどうだったのだ？このメガネ、もともと目が悪いから、小さい頃からかけてるんだけどね。みんな、私に勉強教えてって寄ってくるんだよね。でも私、勉強はからっきしだからな。ほむほむ、そこは予想通りなのだ。なぜ叩くのだ。口は災いのもとって言葉知ってるかな。で新たなエリアに来たが、まあ武器はアップグレードはさせていないんで攻撃力自体は変わらない。あんまり囲まれるのも危ないが、HP で言ったら半分近くまでは減っているんですよね。おっと飛ばしてくる。よし、お、なかなかランクいいじゃないですか。25秒。でこれは魔力を回復させるアイテムだが、もう魔力はいっぱい。まあ、そもそもロアの魔法なんだろう。いろいろ切り替えることもできるのかな。アンロックはしていますからね。あ、あった。魔法で言ったら周囲の敵の行動速度を遅くさせる。でもできれば HP 回復が欲しいかな。お、1の1が終わり。ルーム
ランクによっていろいろデザートポイントが入手できて、で下で言うと宝箱3つあるな、最終ランクは A で宝箱が3つ。お、これはハサミ、スロー特攻、一旦入手するだけしておいて、もう木刀ね、こっちは一緒のハサミ、ベルセルクモード、ダメージは上がっている。ベルセルクモードちょっと気になるな。いや、一旦このアイテムのガチャはやめておいて回復の方がいいかな。あ、でゲートがある、これで帰れるんだ。帰ってきたら一体何ができるんだろう。あ、新しい場所ね。ローと言ったよね。あんたどうして学校の図書館倉庫なんかにいたの？ビク、我が輩は偉大なる大魔道書、あまねく次元の異世界を旅することくらい造作もないのだ。ふん、それにしてはずいぶん誇りっぽかった気がするんだけど。で暇つぶしに本も読むぐらいだし。ビクビク、ちょっとそこで休憩を。どうして口ごもってるの？急ぐのだ、ポータルまでの道のりは遠いのだ。あの、そもそも確かお腹下していなかったかな。もう大丈夫なのかな。よし、じゃあ今回はこの辺にしましょう。まあ最初ということで、まあ、発売日に、まあ、先行投稿という形にしましたが、まあ、次からは、まあ、定期の実況としてプレイしていこうと思います。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。